問勝手に作った。ドラえもんはどうして青いんですか？結論、一家二番泣き続けたから、ではなく、時代によって異なる、1977年から81年の間にドラえもん逆化という連載で、ドラえもんが耳をなくし鏡を見て青ざめたという設定ができたのだが、もともと何色かはわからず、1980年のテレビアニメでもともと黄色だった設定ができたのだ。そして時は流れ1995年に、皆が知る2112年ドラえもん誕生にて、ドラえもんが三日三晩泣き続けて青くなった理由に変更。だが事態はこれで収まらなかった。2011年9月9日に走れドラえもん銀河グランプリが放送されると、なんとドラえもんの青い理由が鏡で青ざめたからに戻り、2012年9月3日配信のネットラジオドラちゃんドラジオドラえもんの生まれた日で、また三日三晩泣いてメッキが剥がれた設定に戻っていたりと、世代によって設定がコロコロ変わっているのだ。このチャンネルではコミックスを読んだだけじゃわからないドラえもん雑学を配信してるよ。よければチャンネル登録してね。